本日の試合の振り返りをお願いいたします。はい、相手のプレスで自分たちが思い通りのプレーができなくて、まあ、その中でも前半1点取れたのはすごく良かったんですけど、まあ1点じゃ足りなかったというか、まあ、こういうコンディションの中でやると、まあ、事故とか、いろんなものがあるので、点を取れるときに、点を取って後ろに少し余裕を持ってくれれば、まあ、こういう試合展開にはならなかったかなと思います。悪天候の中で延長戦にまで突入しましたが、どんなことを意識して本日のプレーを行いましたか？今日村松さん選手がベンチインしたので、まあ、ここで終わってはいけないというか、次につなげて、もしかしたらカツオがピッチに戻ってくるかもしれない、試合だったので、絶対勝つことと、自分たちはあと皇后杯を取れば三冠プラス、まあ、ACL もあるんですけど、ベルギーで取れるタイトルを全て取ることができるので、今日みたいな試合内容には しないように後ろから、心がけるのと、もう少しコンディションを上げて、ああいう小さないらない視点をなくせたらなと思います。次節決勝への意気込みをお願いします。はい、相手は浦和ということで、前のリーグ戦で負けているので、もちろん、まあ、いい舞台かなというのはポジティブに考えて、決勝で自分たちが勝って相手に、カップを見せれるような結果と、後ろはゼロで、まあ、今日みたいな内容にはならないようにしたいなと思います。